でこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか。ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズ。カジノ？あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今？ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。あの場所、キャンプができ、ビビって、王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入。確かに海賊とはち、お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。この特別な一皿だ。そこの人たち、この、それならこの鳥が必要だよ。いやー意外とうまかったな、ナッツ。あなた、鳥の食べ物まで食べるのね。よし、迷いの峡谷に行くぞ。あの鳥がいてくれる保証はねえけどな。そうね。ナビバード、ちゃんと来てると思う？お、大丈夫だぞ、多分。よし、飯だ飯。よし、宴だ。にぎやかになりそうね。行くか。鳥！
だんだん不安になってきた。もう少し先まで行けばはっきりするだろう。この先が迷いの峡谷か。迷いすぎて餓死しなきゃいいけど。ナビバードが道を示してくれてるぞ。助かるわ、ありがとう。そうだな、ありがとう鳥。そうだな、ありがとう鳥。これでこの峡谷を抜けられそうね。今の力を試すにはうってつけだな。ゆっくりと暴走って、三刀流奥義参戦世界。バースコート邪魔だ。俺のリムは鳥が好きなのね。そんなことは。その割には鳥を見て嬉しそうだな。嬉しそうにしてない。それにしても分かりづれえ場所だな。こりゃナビバードがいなけりゃ確実に迷ってたぜ。Thank you.
無事に抜けられたみたいね。ああ、鳥のおかげだ。